一線公園の入り口。右門中奥に見えるのは台北手運駅。一線公園、一線公園所在地一線公園は台北駅の東側にある公園。環長街である、このエリアを歩いていると突如出現する一風変わった立地の公園である。立地ゆえに訪れる人の少ない残念公園でもある。行政区域で言えば、 台北市中西区であり、住所表記は台北市の中山北路一段46号である。公園の名称は孫文の号、一線に由来する。孫文が台湾を訪れた際に宿泊した旅館、梅屋敷の一部が保存されているために一線の名が採用されている。公園の周囲は大陸風の壁に囲われているが、内側を伺うと日本家屋の屋根も見える。 この家屋は、現、国府史跡館であり、日本当時時代の割烹旅館、梅屋敷の遺構である。敷地面積は3025平方メートルで、池のある中国風庭園に、金のある月山も設けられている。入り口の門は、中山北路に面して、東側にある。門を入ると、池垣の壁が立ちはだかり、庭園も日本家屋も見えない。壁の手前に、国府銅像が立ち、 その両側に庭園への入り口がある。入り口を入ると回廊状になっており屋根が掛けられているため日陰になっているが、その向こう側は庭園が開けており明るい。目の前には樹木が廃され、また橋の掛けられた池もあり、右手には国府史跡館、左手池の奥には月山とティンが見える。庭園は中国の江南庭園式造り系の概念をベースとしている。 ティンには記念碑が配されており、その碑文には、京福中華的起点従立民国的基地とあり、さらに小仲間さ大いとある。1954年に小解析が置いたものである。ティンから見た国府史跡館公園の目玉、国府史跡館の歴史は日本統治時代に遡る。日本による台湾統治の時代、日本人の 大和総吉はここ台北で梅屋敷という旅館を営んでいた藤井奈美と藤井富恵が梅屋敷をオープン。孫文が1913年の台湾滞在中にも使った高級旅館である。国府史跡館として残っているのは応接室として使われていた建物で約50坪の長方形プランを持つ。建築年は1900年で、 第二次世界大戦後の1946年には国府史跡記念館として転用された。当時は現在地より50メートルほど離れた位置にあった。元の位置は国府史跡館の資料によれば南西にあったようであるが、別の書籍では北の方にあったとも記載されている。いずれの資料でも移築の原因は1983年の地下鉄工事のためという点では一致している。 一区工事は1986年に完了、孫文の誕生日である11月12日に、春行の記念を祝った。1998年には、台北市の歴史建築として指定された。また、文化資産保存法にのっとり2007年10月17日付工事で、国府史跡館として、改めて登録された外壁と梅屋敷の屋根瓦吹きの日本の旅館建築で、 玄関から入ると、広縁が中央の間の刺繍を囲い、窓ガラスから抜けてくる外光が屋内を照らす。ここはカーペットが敷かれており、上履きのサンダルに履き替えて入るように案内が掲示されている。広縁の南北から中央の2軒へ入ることができ、ここは畳が敷かれている。天井は竿チ天井。乱馬は外周向けと2軒を隔てるものは差異があり、 二軒の間の欄間は手の込んだ彫刻が施された飾り欄間が用いられている。入ってすぐの間には孫文がかつて梅屋敷旅館に滞在した折に使用した机やサンフランシスコで使用していたデスクと椅子などが展示されている。床の間には孫文時筆室の白愛としたためた書が学装され、掛けられている。床板には国旗と孫文の胸像も置かれている。 畳は、上履きのサンダルで踏み荒らされて、痛みがひどい。二件目には、中華民国臨時大総統制史、三民主義事情、国民政府建国大綱などが展示されている。ありがとうございます。